ゼネラルエアクラフトギャール38フリートシャドワー初期のギャル38フリートシャドワーの試作初号機、ゼネラルエアクラフトギャール38フリートシャドワーは第二次世界大戦直前期のイギリスの長距離偵察機である。フリートシャドワー計画は戦術要求に合致する高度に特化された機体であったが、この構想は量産に入ることはなく、 最終的には成功しなかった。ギャル38フリートシャドワーとエアスピード AS39 フリートシャドワーはイギリス海軍の夜間に敵艦隊を追跡できる能力を持つ航空機に対する運用要求 OR52 から生まれた要求 COS2337 に合致するように制作された。当初はパーシバル、ショートブラザーズ、フェアリーアビエーションの三社も この計画に関与していた。各社の設計案の評価後にゼネラルエアクラフト社とエアスピード社の両社が核2機の試作機を製作する契約を獲得した。ゼネラルエアクラフト社は1938年11月15日に契約を締結した。設計で想定される要求性能は高度1500フィートを38ノットの速度で最低でも6時間飛行でき、 航空母艦の飛行艦艦上から運用可能であることも要求されたために、艦上での格納時には主翼の折りたたみ機構が使用できることとされ、観測員の良好な視界の確保と巡航速度での静粛性を有するものを要求された。ギャル三十八とエース三十九の設計は、両機ともに固定式膠着装置を持つ、高翼機、低速時での揚力を発生させるために、 主翼全幅に分散配置された小型のポブジョイ車製ナイアガラブエンジンといった点が類似していた。ガラス張りの機種には観測員、コックピットの操縦士の後ろの胴体内に通信士の座席があった。この機体には主翼のスロテッドフラップ、スロテッドエルロンと下側骨符にスピリットフラップといった揚力を生み出す様々な装置がついていた。主翼は油圧の力で、 付け根の付近のピボットを中心に後方へ折りたたむことができた。ポブジョイ社でのナイアガラ V エンジン開発での問題を受けて低出力の民間機用ナイアガラ3エンジンを搭載することが決められた。ギャル38フリートシャドワーの試作初号機はナイアガラ3エンジンを搭載して1940年5月13日に初飛行を行った。 プロペラ交流を主力全幅にわたるフラップに直接吹き当てて生み出すプロップウォッシュという革新的な装置により敵艦隊上空を雲なく巡航可能な39マイルパーアワーという驚くべき最低飛行速度を実現していた。1941年2月にキャンセルされたエアスピード車の設計ほどではなかったが本機は試験期間中に 空力安定性に関する問題に見舞われた。ギャル38は1941年6月にナイアガラ V エンジンを搭載して飛行を再開する前に3枚形式の垂直尾翼を大きな1枚仕立てのものに変更するといった大幅な改良を施された。未完成の試作に号機を予備部品の部品取りとして使用して試験飛行は1941年9月まで。 実施された。10月にゼネラルエアクラフト社は試作2号機を廃棄処分にすることを命じられ、1942年3月には試作初号機も同様に廃棄処分にする命令が出された。艦隊追尾偵察機という構想は、リベレーター I のような長距離哨戒機に搭載可能な効果的な空対艦レーダーが戦時中に開発されたことで、これにとって変わられた。 1941年2月に英海軍はこの構想を破棄した。ジェーンズ・ファイティングやクラフト・オブ・ワールド・ウォー2。ありがとうございます。